はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーガンバライジングベストマッチパック2です。 はい、12月22日に発売した新しいパック版のガンバライジングカードで、ワンパック300円で中にはカードが3枚入ってて、パッケージにはラビットタンク、スパークリング、オクトパスライト、海賊列車、クローズが映ってて、絵柄を見るとこんな感じでキラカード入り、しかも全てのカードがベストマッチパック限定絵柄になってて、内訳としては全30種類で、 書いてないかな確かレジェンドレアは入ってなくてスーパーレアとレアとノーマルのはずでしたが中を開けてインデックスを見ないとわかんないかなで、今回もワンボックスで買ってワンボックス20パック入りで定価6000円ですがアマゾンで早めに予約したので4500円ぐらいで買いました。では20パック全部を開けて30種類揃うかどうかとカード絵柄なんかを確認しましょう では、まずは、右列の10パックから開けていきます。よっと、まずは、ファイヤーヘッジホッグの前に、インデックス確認していいですかあれ、ライダーは書いてあるけど、レアリティ乗ってないですね。ビルドドライブ、グリドンいるので、ビルド系がたくさんあって、クローズ、ナイトローグ、スター、クー、クーが、アリとファイズ出る。デルト タイ、ヒビ、ティキ、コッパ、パンチホッパ、クロッカーゲ、チェイサー、エグゼード、ポッピー、シン、ポッピーシン1号、シン2号、V3、シャドウムーン、ロブライダー。結構カードラインナップの作品がランダムですね。公式ページを見たところ、スーパーレアが5、レアが10のノーマルが15だそうです。シクレとかレジェンドレアないのかなとりあえずバースト面は後で確認しますが、ファイアーヘッジホークの次はデルタ。おーなんかいきなりすごいやつ来た。スーパーレアの仮面ライダードライブ、タイプスピード。 キャンペーンカードのような豪華さで、背景に仮面ライダーアクセルもいますから、これは、ライジングアタックだっけ前後でライダーキャラのメインが違いますね。これはいいカードだ。っていうか、スーパーレアっていうか、完全にキャンペーンじゃん。はい、2パック目、ドドン、アギト、オー、シン、イ キラカードのレアの海賊レッシャーフォーム。3枚目は全部レア以上って感じなのかなはい、じゃんじゃんいきますよ。松ぼっくり、アームズ、ズ黒影、ナイトローグ、シャドームーン、うん。というかよくあるカード開封みたいに、一旦全部出そう。はい、ちょ、並び順に見ていきますよ。仮面ライダー、チェイサー、 ビルド、ファイヤーヘッジホッグ、クローズ、やっぱりワンボックスじゃなくてワンパックごとにレア以上が1枚入ってるって感じでクローズ、ノーマル、パンチホッパーブラッドスタークこれはあレアなんだスーパーレアじゃないんだなんかちょっとレジェンドレアっぽいオーラのある立ち姿にも見えますよねはい次次新2号を ビルド、オクトパス、ライト、墨がカードについてる。で、ロボライダー、これもレアで、そして、ビルド、ラビット、タンク、フォーム、ナイト、ローグ。おスーパーレアじゃない今回分かりやすいね、スーパーレアが。キャンペーンカード的な白押しになってて、エグゼイドがいて、入れ替わるって感じですよね。カードの立ち位置が。おー。こ かっこいい。あとで詳しく見よう。で、ナイトローグ、ノーマル、キックホッパー、ああ、このダラッとした立ち姿いいっすね。で、海賊列車、ダブリで、なんか最後光ってるよ。キックホッパー、あ新2号ー、オクトパスライト、スーパーレアー。 で、これは特にライダーの立ち位置変化とかはありませんね。これが右列で、一応全5種類中の3種類のスーパーレアがこちら側に入っておりました。ということは残り2種類は左側に入っているのかな では、こちらも全部一気にパックから出して、あ、ポッピー見えちゃった。というか、左列を開ける前に、ワンパック右列。まだ確認してなかったやつがあった。仮面ライダー、黒影松ぼっくり、アームズ、チェイサー、あ、ファイズだ。ただ、レア。じゃあ、改めて左の列を前から順に確認しましょう。仮面ライダー、ポッピー、ときめきクライシスゲーマー。ポッピー P の写真集昨日散々見たけどすげハいい <laughs> ほんとあれが入ってるだけであのボックス買った価値があったわーでビルドラビットタンクフォーム W クーガマイティフォームというかほとんど出たかなビルドファイヤーヘッジホッグあこれ出てなかったねダブルアクションゲーマーレベルダブル XLM の方ですねで R に変わると。 シャドームーン。で、アギとグランドフォーム。オクトパスライトはさっき出たやつ。次が V3。これはレアで。デルタも出たやつ。これも出たやつ。響き。光ってるけど、レアですね。 さらに、パンチホッパー、ー、そういえば、響きといえば、結構昔に紅白に、確か出てましたけど、今年、三浦大地さんが紅白出場ですから、その絡みで紅白にエグゼイドが登場したりとかしないかな。 昨日のエムステの三浦大地さんも超かっこよかったっすね。ペンライトもさ、エグゼイドカラーだったし。エグゼイドね、いろいろフィーチャーされてますよね。パンチホッパー、新2号を、ゴリラモンド、ここで新規カード来た。で、さらに、オクトパスライト、クローズ。おグリドンがスーパーレアなの <laughs> 意外 まさかの、ここでグリドンがスーパーレア,アでラインナップされてて、あ、しかも、師匠のブラーボもいますから、これで、おー、入れ替わると、すごいね。これはいいカードだ。パック限定だからこその、なんか特別なカードって感じ。いいね。外務関連。これでもうほとんど出たかな。あと一種類かスーパーレア,アは。で、新1号、ポッピー、クーが、 もう大体出たかなデルタ。あ、一番最後に光ってるっぽい。チェイサー、響きあと ?6 枚パンチホッパー、チェイサーここでスーパーレアのラビットタンクスパークリング一番後ろかと思ったら途中が光ってましたね。これがパッケージのこれだ。やっと出た。ということで今回のスーパーレア5種類が全部揃いましたね。ワンボックスを買えば確定かな あと、コンプもしてるっぽい。キックホッパー、ラビーターン、うん、ファイズで終了。はい、そして、20パック開封した結果、60枚のカードの内訳は、ノーマルが40の、レアが15、スーパーレアが5で、一応全30種類のカードは全て出ましたし、特にシークレットとか、ラインナップに書いてないようなレジェンドレアが入ってるとか、そういうサプライズもありませんでしたね。では、レアリティ順に確認しましょう。 まずは今回のパックで一番レアリティの高いスーパーレア仮面ライダードライブタイプスピードで絵柄はこんな感じでめちゃ派手でいろんなもう情報がパンパンですが背景に仮面ライダーアクセルがいて赤い警察仮面ライダー同士の組み合わせですね で、スロットとかスペックはこうなってて、バースト面は仮面ライダーアクセル。ここのライダーの名前自体も変わりますね。ライダーが入れ替わるようなバースト面に絵柄がなってて、さらに仮面ライダービルドラビットタンクフォーム。 これもエグゼイドカラー的なピンクがありつつ赤色のラインがあったりとか本当に情報量もりもりですが絵柄を近づいてみるとこうでスロットとアビリティスペックカラーの後ろ側仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル2になっております逆に背景がラビタンですねでもう一枚が同じビルドから オクトパスライトフォーム。これは入れ替わりはありませんが、表側の絵柄はこうで、柄的にいつものスーパーレアって感じで、やっぱりさっきのやつがちょっとキャンペーンっぽい感じですよね。はい、さらに近づいてみるとこうで、バースト面は、ボルテックフィニッシュ OL オクトパスライトか。珍しくライダーパンチじゃなくって、開き手状態ですね。 で、さらに、仮面ライダー、グリドン、ドングリアームズ。グリドンも最初弱かったですけど、後半ブラーボのおかげでそこそこ活躍してましたよね。 ハセちゃんはかわいそうなことになっちゃいましたが。で、裏側、ブラーボドリアン・アームズで、パティシエなめんなこれあれじゃんオーレンじゃなくて、城の内のセリフですね。絵柄を近づいてみると、このように背景にブラーボが5つ、グリドンの文字とかマークがあって、ライジングマーチって書いてありますね。 で、後ろは改めて見ると、こんな感じで。そっか、この辺のやつは全部ライジングマッチって書いてありますね。で、最後のスーパーレアは仮面ライダービルド、ラビットタンクスパークリングフォーム。はい、近づいてみると、こうで、レジェンドレア的な、なかなかオーラのある立ち姿で。バースト名はスパークリングフィニッシュ。この絵柄か,かっこいい。ドリルクラッシャーの斬撃ポーズとなっております。 では次はレアを確認しましょう。仮面ライダービルド、海賊レッシャーフォーム。裏側は、あ、変わって、ボトルチェンジして T ドラゴンフォーム。これが1、2枚出て V3 表側。さらに裏側は切りもみ反転キック。そして仮面ライダークローズで、残撃ポーズからの ビートクローザーアタックで、ブラッド・スターク。この絵柄かっこいいんだよな。表側。後ろ側はアイス・スチーム。スタークも今後どういう立ち位置になるのかな。ヒビキからの夏のヒビキさんですね。ヒビキくれないで、もう一枚出て。ビルドゴリラモンドフォーム。表側。 フォームが変わって、ホークガトリング。で、ファイズは2枚出て、普通のファイズから、フォームチェンジせずに、クリムゾンスマッシュとは言いつつ、何も武装せずにパンチしてますね。で、クーがマイティフォーム、ライダーパンチというか、アッパー状態からの、ライジングマイティキックでもう1枚出て、ロボライダー、さらにバースト面で、 リボルクラッシュブラック RX。RX からのロボライダーじゃなくて、ロボからの RX なんですね。で、シャドウムーンも1枚出て、表側、バースト面はシャドウキック。最後はノーマルを確認しましょう。めっちゃありますよね。今回の3分の2がノーマルですから。ラビットタンクフォームビルド。あ、スパークリングだ。パワーアップして、これが3枚出て、 ビルド、オクトパス、ライト、フォーム、これが3枚出て、裏面は、ラビット、タンク、フォーム、ラビターンに変わって、クローズ、これも2枚出て、表側、ビート、クローザー、アタック、 残儀状態からのファイヤーヘッジホッグが3枚出てダブりまっくりですよね。表側、フォームチェンジしてライオンクリーナー。ナイトローグ、これアンダースーツが茶色じゃないから、やっぱこっちの方がかっこいいですよね。なんでアンダースーツ茶色にしちゃったんだろう。未だに全然見慣れないんですけど。表側、裏側、エレキスチームですね。かっこいい。 で、これが2枚、3枚出て、チェイサー、表側、バースト面はシグナルブルーゴーで、これが4枚も出ました。ポッピー、ときめきクライシスゲーマー、表側、青目状態で、裏側は、そのまま青目状態の、ときめきピポパポビーム。これがもう1枚出て、エグゼードダブルアクションゲーマー、レベルダブル XL からの入れ替わって、R。 もう1枚出て黒鍵松ぼっくりアームズ表側裏側でキックホッパーこれが3枚出て表側裏側ライダージャンプキックでパンチは表側これ絵柄つながるよねこういう向きかなそうですねおおつながった パンチとキックで絵柄が繋がりますし、表側、後ろは、ライダージャンプパンチ、ゼクトマークも目立ってて、全部で3枚出ましたね。デルタ、表側、カイザーがいずに、デルタが急にラインナップされてきて、ルシファーズハンマー。このキックポーズ好きなんだよなこれが全部で3枚出て、アリとグランドフォーム、表側、バースト面は、 バーニングさらに新1号を表側後ろはライダーキックで新2号で絵柄からのライダーレップパンチこれが3枚出てノーマルは終わりでございます。はいということで「仮面ライダーガンバライジングベストマッチパック2」を20パックワンボックス一気に開封して。 全30種類は問題なく揃いましたしスーパーレア以上のカードも1枚ずつ入ってて5種類中3種類がライジングマッチカードで残り2種類が普通のスーパーレアって感じでなんか実質キャンペーンさんのスーパーレアにって感じでしたねとはいえ全てが全部パック専用の絵柄になってますしやっぱライジングマッチのこの3枚のカードめちゃかっこいいですしスペックとかアビリティもなかなかいい感じですよね なんですけど、ワンボックス6000円ですから、定価。 ま、6000円あれば通常レジェンドレア1枚とかね、大体出ることが多いですから、排出としては6000円使ってスーパーレア5枚だと微妙な感じなのかな。ま、一応僕は Amazon で4000円5600円で買ったので、排出カード的にはいいと思うんですけど、もうちょっと高レアカード1枚2枚入れて欲しかったな。以上、仮面ライダーガンバライジングベストマッチパック2のボックス開封動画でした